こんにちは。こんにちは。高木夫婦です。成功夫婦実現プログラムに興味を持ってくださってありがとうございます。あなたとこうしてご縁ができたこと、本当に嬉しく思っています。実はこの成功夫婦実現プログラム、ずーっとやりたかったテーマの一つなんですね。なんと、6年がかりでようやく完成できました。それはなぜかというと、実はですね、最初の時からこのプログラムをやるっていうのは実は自分たちの中では決めていました。そして一回お試しで本当にやったことがあるんです。で、その時はですね、すごく好評でぜひ続けてやってほしいっていうふうに言われました。で、私たちももちろん続けたかったんですが、二つのことがクリアになるまでは待ってようと思っていました。じゃあその二つって何っていうと、実はですね、成功夫婦は幸せな結婚生活と仕事の成功、その両方を手に入れているカップルのことを私たちはそういうふうに指しているんですけれども、その成功夫婦になるときにですね、障害となると一般の人が考える、あるいは調査だったりデータから出ていることが二つあるんです。一つは私たちの結婚の年数です。結婚当初からこのお話できたんですけれども、それは新婚だからできることだよって思う人がいる。例えば3年経ったら違うよ。10年経ったら違うよ、20年経ったら違うよっていう人必ず出てくると思ったんですね。でも私たちは例えば30年後にこれをやってもよかったんですけれども、その間に随分たくさんの人が、幸せな結婚生活を送れるチャンスを失ってしまうから早くやった方がいいと多くの人から応援されました。なので、3年目の浮気が終わって7年、だいたいね、結婚生活が終わるというか、人類学的に見たときに4年が一つの終わりのピークということだったので、今結婚生活6年目に入ってですけれども、それまで待ちました。それからもう一つ、それは子供ができるとごめんなさい、夫婦関係が悪くなるという調査があるんです。あるデータによると、子供ができたことによって何パーセント81%。そう。81% の、カップルが、夫婦関係が悪くなるそうです。ということは、良くなるカップルの数は19% です。19% しかいないんですね。本当だったら、子供ができて、夫婦の絆がもっと良くなっていいのに。残念ながら、子供が生まれた最初の1年の間に、ほとんどの悪くなる原因が出来上がってしまう。そして、夫婦が、お互い何が起こっているのかわからない間に関係が悪くなってしまうということが起こってしまうということを私たちは知っていました。なので、もちろん知識としてお伝えすることはできたんですけれども、自分自身が、実際にそういう環境になってみて、夫婦二人の間でどういう変化が起こるのか、あるいはそういう時に自分たちがやってみてどういったことが効果的だったのか、それを実証してからこのプログラムを始めたいと思った結果、今になりました。なのでね、とても実践的な内容も入ってます。成功夫婦になりたい、幸せな結婚生活と仕事の成功を両方得て、お互いをね、成長し合って、高め合って、尊敬し合って、そして応援し合えるような、そんなカップになりたいという人は、ぜひこの教材で学んでみてください。はい。今すぐ、下の資料請求フォームに、お名前と、もろもろ入力して送ってください。あなたに資料をお届けいたします。ちょっと風邪気味で引き出ちゃって気づいたかもしれないですけれども、教材を通じてあなたとご縁があること、あるいはセミナーを通じてあなたとご縁があること、とっても楽しみにしています。それではまた。ありがとうございました。